どうも、山崎亮です。今日は研究室におります。昨日までですね、茨城県におりました。昨日茨城県にいて、ひたちなか市というところにいて、それで、飛行機乗って伊丹空港まで戻り、昨日の夜自宅に帰りました。まあ自宅戻ったらパラグアイからの荷物があったのでね、それを開けたりなんかして、いろいろ割れてる割れてないだなんて、こういろいろ見たわけです。まあそれ夜寝てですね、朝起きて、兵庫県三田市にあるこの大学の研究室に来たんですね。今日は大学の授業があるということで、建築表現演習なる授業がある。で、まあこれが2つ、まあ100分かける2つですね、まあ、200分ぐらいの授業があるということで、それに出ましたが、ですね、これに出て今授業が終わったんですけど、このまままた今日は伊丹空港行きます。昨日伊丹空港に帰ってきたっけっていう。で、伊丹空港行くのはいいんですよ。伊丹空港行ってですね、飛行機乗って ANA の同じ飛行機に乗ってどこ行くかというと、福島空港行きます。だから茨城県の隣、北隣が福島県ですからね。なので茨城県から帰ってきて、大学の授業出た後福島県に行くっていう、この大学の授業のために戻ってきたっていうことになってるんですよね。これはもう勝手な僕の都合ですけどね。それはね、お前の日程がそうなってんだからしょうがねえじゃないかってことなんだけど、茨城県から大学の授業をやりに帰ってきたんだよって学生さんたちにはお伝えしたいです。 いや、もちろん伝えないですけどね。この授業のために帰ってきて、ここで話したら今度福島県行くからねって、これを大にして言いたいなと思いますけど、そんなことは知ったこっちゃないですわな。あ、眠いなーっていう感じの人ももちろんいるでしょうから、だるいなーっていう人もいっぱいいるでしょうからね。本当にこの生活いつまで続けられるのかしらってたまに思いますね。授業に、まあで、僕が全部やんなきゃいけない授業っていうのもあるわけですけど、僕だけではなくて何人かの先生たちと一緒にやってる授業とかもあるわけで、まあ、今日なんかはそれだったんですけどね、何人かの先生と一緒に授業やらせてもらってる。だから自分の、まあ言ってみれば相対的な担当というのかな、役割っていうのはそんなにでかくはなくて、それでどれぐらいでしょう、合計10分ぐらい喋るっていう感じだと思いますけどね。まあ10分は言い過ぎかな。でも1つの授業の前半後半で5分ずつ喋ったとしたら10分で、それが2つあるから20分ぐらいですか。20分喋りに私帰ってきましたけどって、学生の皆さんって訴えかけたいぐらいです。こっちの都合を訴えかけても仕方ないですけど。ということで今からね、伊丹空港に向かいますっていう報告を取りたくなっちゃったということです。あとね、まあちょっと本当にね、これいつまで続けられるのかしらなんて言ってたのが、だん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 不安になってくるのはですね、まあ普段僕ここで喋るときは固定しているカメラに向かってズームやったりしますから、まあ、YouTube とかやるんですけど、今日はDJI ポケット2でこう動きますからね、これね、動くから研究室の中がどうなってるのかをちょっとこう見て取れるだろうと思います。せっかくだからね、いい機会だからちょっとこう見てもらうんですけど、まあでもですよ、この後ろの棚に何も置いてないんですよね。さっきは言ったズームの画角からするとですね、なるべく物が置いてないようにしようと思ってて、でまあもともと置いてあったやつはですね、自宅が完成しちゃったので、まあ、そこに持って帰っちゃったんですよ。だからここ何にも置いてないんですよね。こっちに至ってはもうなんかあれですよね、在庫が少ない店みたいなことになってますよね。多分ここ2つは持ち帰りますんで、もうすぐ。で、これも持ち帰りますね、いずれね。だからここも何もなくなると思います。この辺も持ち帰るだろうな、いずれな、持ち帰る予定になってますね。この辺とかも多分、これも持ち帰っちゃうだろうと思いますが。そうするともう本当にあとちょっとだけですって感じですね。まああれはスイッチとかを隠さなきゃいけないところなんで、持ち帰りはしないでしょう。ここに残るでしょうね。で、あとまあソファーだったりとか机だったりとかはこのままですけど、ここにある三沢義寿さんが、元寿さんか、三沢さんの型絵染めはこれは持って帰るでしょうな、きっと。
これ割と気に入ってるので、自宅のソファーの上かな、場所はね。今は研究室の方のソファーの上にかけてますけど、よいしょ。ああ、こんなふうに入るんですね、これね。これはね、多分、近いうちに自宅に移動させることになると思います。で、移動するとちょっとここ寂しいので、フックがここら辺の後ろとここら辺の後ろにひっついてますからね、そこにちっちゃな絵を2つかけとくのかな。そんなことになりそうですね。これは韓国のチェジュ島でもらったやつだったかしら、チェジュの人たちからいただいたのか、買ったかな、お土産として買ったかもしれないですね。こいつは多分ここにいるでしょうね。はい、このままずっと、ここにいてもらうことになるだろうなと思います。よし、じゃあそろそろ出発しましょうかね。はい、ということなので、今日はこれから昨日いた茨城県の近くの福島県に移動して、明日明後日とちょっと福島でね、講演会だったりとか、ちょっとした仕事があったりしますので、それをやって3日後にまた関西に戻ってきます。で、その関西に戻ってくるけど、翌日どこ行くかはちょっと覚えてないですね。でも大学の授業は多分あると思うんです。大学授業ちょっとやって、その後またどっか行くんでしょうね。記憶が本当に悪くて、そうそうそう、記憶力が本当にないっていうことを、もう本当に口酸っぱく言ってはいるんですけど、もう一度そういう話をしておこうと思います。いつかね、また別の動画でその話しておこうと思いますね。事前打ち合わせ本当意味ないですからっていう話を、僕に関してですよ。多くの方にとっては、その記憶がちゃんと、記憶力のある方にとってはね、事前打ち合わせって何か意味があることなんだろうと思うんですけど、僕にとって本当に事前打ち合わせをするとした人ががっかりするっていう。打ち合わせした時はいいらしいんですけどね、打ち合わせできたぞって感じなんですけど、1週間2週間後にでも会ってですね、山崎に「打ち合わせした通りだよ」とか言っても、あなたは誰でしたっけっていうぐらい、コミュニティデザイナーとしてはあるまじき記憶力の悪さ。でもこれが冗談だと思うみたいなんですよね。冗談だと思っていて、で、これは冗談じゃないってことが分かると、ひどく腹が立つのか落ち込むのか、なんだこいつっていう顔で見られるんで、もうそれが悲しくてしょうがないんですよ、いつも。もう絶対その顔になるじゃんっていう。だから打ち合わせやめようって言ってたじゃんっていうことね。僕もどういう仕組みになってこんなにものが覚えられないのか、明日の予定が覚えられないのか、それと昨日、おととい、どこに行ってたのか思い出すのがめっちゃ難しい時とかもあるんですよね。今日の場合はすっごい覚えてるんですよ。ひたちなか市面白かったし、ひたちなか市から帰ってきてまた福島行くみたいなことがめっちゃおもろかったから、バッチリ記憶してるんですけどね。こういう時はなんかいろんなことが重なって記憶をするんですが、そうでない時は本当にね、記憶ができなくて、これどうしたもんかなってずっと悩んでますね。はい、というようなことも、事前打ち合わせは本当に意味がないし、打ち合わせした人が傷つくかもしれないし、悲しくなるかもしれないし、それを見ている僕も悲しくなるので、お互いやめませんかっていう、そんな動画をまたいつか撮ってアップしようと思います。では、伊丹空港向かいます。